回では、質問でいただいたポップショービットのハウトゥーをしていこうと思います。ポップショービット実際僕あんま得意じゃないんですけど、一応は乗れるし、まあ失敗例とかも分かる、こうやったらよく乗れないとかっていうのも分かるんで、まあそれを説明しながらこうやったら乗りやすいよっていうのを説明していこうと思います。でまずスタンスはビスとビスの間よりも僕はちょっとつま先が少しこっちにある感じかな。で前足は縦、少し縦気味にしてます。ポップショービットって基本っていうか全然すり足いらないんで、まあオーリー練習中の人とかも、ね、オーリーできなくてもポップショービットできるって人とかもいるから、ポップショービットはね基本前足いらない。まずスタンスがこんな感じで、で弾くときによく後ろにこう弾いちゃう人いると思うんだけど、後ろに弾くと板が前に飛んでったり過ぎちゃうんで、僕は基本ちょっと進行方向側に弾くようにしてます。注意点というか僕の意識はポップショービットをしたらこの場で回してこの場でメイクルンとかって板を斜め前に飛ばしてあげるような、この辺がこんな感じでやってます。でこの時に体が折れすぎちゃったりすると、あのショービットの時と一緒の要領で体が折れちゃったり、腰がね折れてやったりすると板がちょっとどっか変な方向を飛んでっちゃうんで、体は真上に、そのためにしっかりと下にしゃがむというのが大事。で大事なのは、まあ、後ろ足も弾きももちろん大事なんだけど、前足を使わないようにするのが大事。前足が当たっちゃったりすると板が横になっちゃったりとか、まあ前足が邪魔しちゃって板が回らないっていう感じになっちゃうんで、基本前足をあんま意識しないで後ろ足だけで回すように、回す時も、まあ、真横に弾くってよりはちょっと前に飛んだという感じで投げる意識がいいかな。止まって練習するときはむしろ真後ろにこう蹴る感じでターンでいいんだけど、滑ってやるときは少し進行方向側に振ってあげるイメージでやると僕はやりやすいです。よくある失敗、僕自身もそうなんだけど、回しすぎちゃうときはだいたい僕は右足のこの弾きが悪いのと前足をこう使っちゃうときがあって、そうすると僕板が安定しないので、基本上半身はオーリーと一緒のようにしてます。上半身は一緒のように上に飛んで、下半身の足だけで板を回す。その時に大事なのは足首のスナップをこう使ってあげると簡単に回せるかなと思うんだけど、
それでまあ回してあげる。で、キャッチは、まあ、いろんなオプショービットって形があって、こう前に飛ばして前足キャッチして着地するのもあれば、飛んで両足で空中でキャッチしてます。そこはもうね、おのおの好きな方で練習してもらえればいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、エアーキャッチとか最初考えなくていいと思うから、弾いて着地までにオプショービットちゃんと板が180度してあげて、それに乗るぐらいな感じから練習していけばいいんじゃないかな。僕はあんま止まりながらやんなくていいと思ってて、止まりながらやるのと走りながらやるの意外と違うから、弾く感じとかが、だからゆっくりなスピードで最初はいいと思うから、それでポップショービット練習するのが結構最初はいいんじゃないかなと思います。スタンスやってて思ったのが、ガニ股にした方が回しやすいけど回しすぎちゃう。なんでスタンス僕は意外とちょっとこう立ててかまっすぐの方がやりやすかったです。こう入れちゃうと叩いた時に前に行くんだけど、簡単に行きすぎちゃった、回しすぎちゃったりするので、ここだね、まっすぐな感じにしてやるのが一番調子良かったですね。体が折れるとすごい足元で回っちゃうような感じになるので、ちゃんと上体を立てて一歩前、僕はこのノーズの斜め前ぐらい、ここで飛んだらこの辺で着地するイメージでやると調子良かったな、こういう感じかな。苦手なんでね、まあ、試行錯誤しながらやったんですけど、僕の方が完璧ってわけでもない、完璧全然完璧じゃないんで、ただやり方としては合ってるかな多分。あとはまあ本当自分のスタイルとか、こういうキャッチがしたいっていうのはそこから自分で引き詰めてってもらうだけなんですけど、僕の場合はあんなこんな感じのポップショービットです。はい。